グスタボ・クエルテン、グスタボ・クエルテン、グストボ・クートン、1976年9月10日台は、ブラジル・サンタカタリーナ州、フロリアノーポリス出身の男子プロテニス選手。1997年2000年、2001年の3度、全仏オープン男子シングルスで優勝した。ATP ツアーシングルス20勝、ダブルス8勝を挙げた。身長190センチメートル、 体重 83kg、右利き、バックハンドストロークは、片手打ち。グーガ、グガという愛称で呼ばれている。全仏オープンで3度の優勝、2000年テニスマスターズ、カップ優勝、ATP マスターズシリーズで5度の優勝と5度の準優勝を挙げるなど、ブラジル人、テニス選手として、歴代トップの成績を残した。クエルテンは6歳の時から、 両親と一緒にテニスを始めた。彼が9歳の時、父親がジュニアの試合の審判中に休止してしまう。1995年にプロ入りし、1996年から男子テニス国別対抗戦でビスカップブラジル代表選手に選ばれた。1996年9月のワールドグループプレーオフはブラジルホームとしてサンパウロ市内で行われ、 ブラジルはオーストリアと対戦した。クエルテンはシングルス第2試合に勝ち、先輩選手のジャイミオンシンスと組んでダブルス第3試合にも出場した。この時、地元ブラジルの観客の応援に気を悪くしたオーストリアのペアが最終第5セットでクエルテンたちが2から0とリードしたところで試合を放棄し、残るシングルス2試合も拒否する陳事が起こった。 1997年全仏オープンで当時20歳だったクエルテンは世界ランキング66位のノーシード選手であったが当時世界最新の打ち方と言われた腰の回転を最大限に活かしたフォアハンドや正確で鋭いバックハンドのストレートを武器にして勝ち進んだ3回戦では1995年全仏オープン優勝者のトーマス・ムスター 準々決勝で前年優勝者のエフゲニーカ・フェルニコフを破り、決勝では1993年と1994年の優勝者、セルジブルゲラに6から3、6から4、6から2のストレートで勝利し、過去3人の全仏優勝者を破って初優勝を決めた。大半のプロテニス選手が白を基調としたウェアを着用していた中で、クエルテンはブラジル人が愛用する。 カナリア色のテニスウェアをまとい、当時のテニス界に鮮烈な印象を与えた。本人はこれほど勝ち進むとは思わなかったため、手元のウェアが足りなくなり、急遽メーカーから調達したとの逸話が残っている。現地ブラジルでは、クエルテンの全仏初優勝の報道を聞いて、即席カーニバルのような祝賀ムードになったという。ブラジル人のテニス選手としては1960年代に、 マリア・ブエーノの活躍があったが、クエルテンは、同国の男子選手として、最初の4大大会シングルス優勝者になった。それからしばらく好成績が出なかったが、2000年に、キャリアの絶頂期を迎え、2000年全仏オープンで3年ぶり2度目の優勝を果たす。この時は、決勝戦で、マグヌス・ノーマンに6から2、6から3、2から6、7から6で競り勝った。 この年は世界ランキング上位8名しか出場できない男子ツアー最終戦テニスマスターズカップでも決勝でアンドレアガシを破って初優勝を飾った。こうしてクエルテンはマラトサフィンを僅差で抜き当年度の年間最終ランキング1位に輝いた。2001年全仏オープン決勝ではアレックス・コレチャを6から7、7から5、6から2、6から0で破り 二年連続三度目の優勝を飾った。全仏三勝は、イワン・レンドル、マッツ・ウィランデルと並ぶ、大会歴代4位大記録であ。しかし、2001年末のテニスマスターズカップでは、予選のラウンドロビン、4人の総当たり戦で敗退したため、世界ランキング1位の座を、レートン・ヒュイットに奪われた。1990年代半ばから、男子プロテニス界には芝、クレイなど、 テニスコートのサーフェスごとに、スペシャリストが多く出るようになったが、クエルテンは、全仏オープン参照が物語るように、クレーコートで無類の強さを発揮してきた。他のサーフェスの4大大会では、ウィンブルドン選手権では1999年、全米オープンでは1999年と2001年の2度ベスト、8進出がある。クルテンは長らく部の怪我に悩まされ、 ツアー戦線から離脱していた。2007年11月7日には、生まれつき脳性麻痺を患っていた末の弟を亡くしている。そしてついに、彼は2008年限りでの現役引退を表明した。最後の大会に選んだ2008年全仏オープンでは、シングルス1回戦で、第18シードのポールイコール、アンリマチューに3から6、2から6、4から6のストレートで敗退した。 クエルテンは2012年に国際テニス連動入りを果たした。2016年リオ五輪では聖火ランナーも務めた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。